ンエルフ、ついに最強 PT のカナリア隊が登場することについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。この辺から本格的にカブルー君の苦悩物語が始まるんだよね。長らくダンジョン内しか見てなかったせいで地上の風景が新鮮。やった、カブルーパート待ってた。また動く鉛を見れる。やったー。カブルーがライオスに振る舞われた魔物食を食ったことを知ってドン引きするシュロー。その場からそっと離れようとするシュローを逃がさないカブルー。店のドア開けたらヤンキーの溜まり場だったみたいな怖さがある。社長室に入ったらヤクザが借金の取り立てに来てた感じ。エルフたちの強者感すごいな。さあ、我らが隊長のお出ましだ。隊長は中性的な声にしてアニネズミも混乱させて欲しかったとちょっとだけ思う。ついにパッタドルちゃんの動く妖精が。ついにカナリア隊。アニメ化発表された時からこの回を待っていました。やっと本格的に動くミスルン隊長が見れる。30分に原作にはとか入ってるテンポのいい作品だから好きな回と好きな回が合体してることすらある。ミスルンも黄金鏡も学士見すぎ。シリアスなパートになりつつありますが、食事も含め、ところどころでクスッと笑ってしまうシーンもあって、面白いです。シュローがツヤツヤしている本当に限界だったんだな。原作からして完成度が高いから無駄なくスムーズに進む。毎回面白い。でもあと4話だよね。相当駆け足じゃないと終わらないような。弦よりにクールだけで原作完結させようとはしてないでしょ。2クール後に巻を開けて1クールやって完結くらいじゃない。今クールトロッコの中の会話くらいまでだよな。これで8巻の序盤で全14巻だからもう1クールやってラストバトルあたりから映画とかでも良さそうだが。毎週ワクワクする展開だから面白い。カナリア隊のガンつけてるシーンかっこよくて好き。今期のアニメも面白いのいっぱいあるけど、やっぱダンジョン飯が一番面白いわ。どうしよう、もうすぐ終わってしまう。最終回に、2期決定来るか？TRIGGER は2期作ったことないけど、てか原作ものは初めてか。原作の面白いところをちゃんと読み取ってアニメに変換してくれてるのが本当にありがたい。おお、とうとう予告で気になってたエルフたちが出てきてくれるのか。学士見だ。前話がとても学士見だ。アニメ1期と2期のオープニングとエンディングに板が一向に出てこなくてめちゃくちゃ気になってた。エルフのヒトラー。学士見。残り4話。きっちり2話ずつ進んでいってあの話で一期間だな。あっこの話が来るの待ってた。っていうのを毎週思っていたことに気がついた。そんで毎週面白かった。今週も学士見。全く同じ。特に2クール目に入ってから毎回次回はついに。って思ってる。改めてすごい密度の漫画だ。押しフレキがやっと動く。ようやくカナリア隊が登場でめちゃくちゃ嬉しいんですが、ダンジョン飯もそろそろ終わりなんですね。フリーレンが終わってもまだダンジョン飯があるからなんとかロスにならずに済んでいたけど、ダンジョン飯も終わっちゃったら寂しいな。第2期3、4クールは絶対にやる。と確信してるのであえて言いますが、ここまでは壮大な予告編に過ぎなかった。こんなにも面白い予告編がどこにあるよ？というのはさておき、井筒のうつ伏せの倒れ方だけで飯食えるな。あと4話でクール終わるとか何を学士見に行ったらいいのか他は何も見てない。カナリア学士見、そしてカブルーの本領発揮。作中最強のカナリア隊のエントリーだ。ミスルン隊長の声は女性で脳内再生してたけど、PV ではゴリッゴリに男の声なんだよね。それもまたよし。前衛的なマルシルマだ。ついにカナリア隊が動くのか、いろんな意味で。アイスゴーレムバロメッツすごく良かったのでカナリア隊面々も期待大です。この回バカほど重要な回なんだよな。カナリア隊お待ちしておりましたー。これで本格的にパッタドルブスシリーズが白熱する。アニメ勢からしたらパッタドル初見でこの人があのやたらなんか食わされてるあのってなるの面白すぎる。
アニメの展開も気になるけど、どんな卵料理が出るのか学士に。どっかの面白エルフと違って分かり合える気がしない。本格的エルフことかなり値。結局の書、抑止士を抑え込むことに成功したのは要所要所でのミスルン隊長の大胆かつ迅速な決断による書が大きいと思う。結構カブルーやライオスに任務の邪魔されてるのに最終的には全面的に協力する形になってるんだよな。ここからまだ長いんだよな。第2期絶対来るなこれ。マルシルさん、すっかりダンジョン飯に染まりきっちゃいましたね。多分もうダンジョン飯なしでは生きられない体に。お、ついに話に出てたエルフたちが出てくるのか。リーダーらしい人が推しの声優さんだからが不思議にしてたんよね。ワクワク。かなり値きた。黄金号きた。ここから話が動いてくるからめっちゃ面白さが加速するんだよな。アニメはあと3話しかないけど、原作でもエルフたちがいる空間の圧というか迫力すごかったな。カブルー君よく入れた。今のうちにパッタドルに食べさせたい熱々の美味しいもの考えとかないと。おー、ついに黄金号かー。カナリアさんご一行もようやく顔出しだしあるよね。次の期、フレットリシオンの深夜ドンキのヤンキーコンビに期待。まだ喋らないか。学士に、ようやくミスルン隊長が出てくるかい。声優は内山幸喜さん希望。チルチャックがライオスに笑顔で言い放つあのセリフが早く聞きたい。あのセリフが学士にでずっと待ってたんだ。ずっとダンジョン内だったから屋外風景のサムネ見て断飯次回予告だと気づくのに一瞬時間かかった。1クール目のオープニングとか2クール目のオープニングとかキービジュアルとかに出てきてたエルフの一行がようやく出てくるのか。あとダンジョンの中にいたはずのライオスパーティがいきなり外にいて、タイトルも黄金鏡ってもうそういうことやん。学士にすぎる。ついにキャスト勢揃いか。エルフたちの声も原作通りでありますように。かなり値のメンバーの声担当は誰になるんだろうか。ナロー系小説原作と比べると漫画が原作だと前は見せ場やオチが必ずある。つまり毎週面白いんよね。道路に頬杖ついたマルシルが寝転がってるみたいなシーンがあるから、あれ？そんなのあったっけ？と原作確認したら確かにそんなポーズしてた。ちょっと雰囲気違うけど、このあたりから考えさせられる展開になってくるのに。あと3話でアニメは一旦終了。さて、第3クールはいつなのかも学士に。やっと動くパッタドルとフレキが見れる。これからはこの迷宮を手に入れるということをよく考えながら探索しよう。そしてノーとなるがよい。ダンジョン飯が最終回を迎えたらどうやって生きていけばいいの？無理なんだ。痛まけどずっとダンメシアニメ続いたらいいのに。日本全国のみんな、全世界のみんな、準備は良いか？いよいよ黄金号だぜ。ぐるぐる5つ見が早く見たい。ペース的に今期は原作7巻のラストで終了っぽい。まだ折り返し地点か。アニメ続編作ってくれ。頼むからダンジョン飯は2期やって全話アニメ化してほしい。マジで黄金鏡までやるのか。卵も中身濃いのにどうなんだ。ヒスヒスが思ったより黒いな。ということはフラメラは本当に真っ黒なんだな。この尺だと一番好きなチェンジリングは第2期かな。グリフォンまでって、もっぱらの噂ですからね。あながち間違いではないかも。マルシルのまた一緒にご飯が食べたいってセリフ入ってるから、少なくとも8巻のベーコンエッグまで流行るはず。合成なパーティーになりそうだな。迷宮に1個中退なんかいねえよからの第1シーズンの主題歌が流れ、 C パートでカブルー、シュロー、ナマリ、かなり値が階段を降りていくシーンで END かな。あと3話という話なので、計算上だと次回最終回前半がチェンジリングですかね。学士見すぎる。かなり値の声優メンツ。これでわかる隊長はサスケだったかな。ついにかなり値が動き出しますね。ライオス一行がたどり着いた場所は物語で一番重要な場所です。ついに登場かなり値。私はリシオンが好きです。そして黄金号で幼児対抗し、マルシルに甘える5つ見が学士見です。今回は以上になります。
このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。